できた映画、うん、3時間何十分の対策、はい、さあ公開の時に中止になるこれはきついでですすねねそうなんですよ、ね、であのコロナ禍で厳しい状況に置かれている映画業界ですが興行収入は去年過去最高となる2611億円を こちらです。記録しました。うん、<あ>意外とこぐっと増えてるんですね。そうなんですよ。はい、で、去年はあの深海誠監督の天気の子、うん、それからアナと雪の女王2といった人気作品が去年は上映されていました。はいはい、なるほど。はい。で今年は今年はですね、ねこのコロナの影響で1000億円を超えられるかどうか<ー>今不透明。 そんな状況ですね。行、うん、くか行かないか。はい、なるほど。先生、はい、最近、ね、あのネットなんかでもね、うんはい、映画を見る方増えてきてるように思うんですけども。そうですね。はい。あの、やっぱりネットビデオオンディマンドっていうのは、見たい時に見たい場所で見られますし。うんうん、あの、ちょっと見逃しちゃったなと思ったら、巻き戻しもできますし。うん、途中で止めておいて、また後で見るっていうこともできるんで、うん、便利ですよね。うんうん、ですから、まあ、そういう利便性っていうことで。 よしネットで見ようという人たちが増えているそれはその通りですし私も時々ネットで映画を見ることがあります、はい、でも一方で、うん、映画の醍醐味味というのは、うん、やはり劇場で、うん、大スクリーンで、うん、素晴らしい音響で,、うん、でしかも笑うシーンではお客さんが一緒になってどっと湧くという、うん、そういう空気感を共有しながら鑑賞するという、うんうん、劇場での鑑�賞というこれが大事なんじゃないかなと私は思うんですけどね。 というわけで札幌では嬉ししいニュースもありました、うん、札幌たぬき工事に今年7月およそ1年ぶりに復活した殺撃コロナの感染拡大で2か月近くオープンが延期されたが760人がクラウドファンディングに協力1204万3000円が集まった。 まあ1000万の目標立てさせてもうたんですけど、まあ、正直半分いくかななんて思ってたんですよねであれ見せられるとね先月から劇場の座席は100%座れるようになったが飲食をしないことが条件だ「殺撃では50%の入場制限のまま営業を続けている、まあ、うちはちょっとしばらくの間は。 50%の入場にさせていただく代わりに、まあ、あの劇場内ではご自由に過ごしていただくという選択を取らせてもらってますカフェのメニューに力を入れていて映画の間も楽しんでもらうことを選択した殺撃のほか多くの劇場が現在も50%のままだ一方食べ物禁止 飲み物を飲むとき以外はマスク着用をルールに。札幌のシアター機能や函館のシネマアイリスは100%座席を開放している。殺撃のスクリーンは合わせて4つ。最も大きいスクリーン1にはこだわりがあった。 あんまりあの映画館で天井まで赤いっていうのは、まあ、あの赤い椅子の、ね、映画館はたくさんあるんですけど、まあ、全部真っ赤っかっていうのも多分少ないなって真っ赤っかかつての札幌劇場の頃に比べて入場者は半分に減ったが三浦社長は劇場で見る映画は特別な体験だと強調する。 家は家で感動するんでしょうけどやっぱり実際ここにいらしてみると画面の大きさそれから出てくる音の迫力ああいうのやっぱ感じちゃうと家で見てちょっと泣いてるのがこっちから号泣になっちゃいますんでねやっぱりそれはすごくやっぱり劇場に来る楽しみなないかなと思う197万人が住む大都市札幌には映画館のスクリーンが30ほどしかないがススキのラフィラの跡地に 東宝シネマズがオープンすることが決まった。北海道初上陸だ。うん、あの東宝シネマズができるということなんですが、うん、オープン日やそれからそのスクリーンなどの数が決まるのは。これからだということなんですよね。でもね、太蔵さんの札幌ってその映画館。少ない印象を受けるんですよね。こう人口の割に。うん、いや、札幌ばかりじゃなくて、やはり先ほどの先生の話じゃないですけども、うん、やっぱ映画がネットで見れるようにな。 で、うん、だん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 劇場数が全然減ってきてることはないんでしょうかね。あのまあシネマコンプレックスのようにですね、はい、一、はい、つの施設で、あのたくさんのスクリーンを持っているような映画施設が増えてきて、はい、あのまあかつての映画館っていうタイプからちょっとずつ変わりつつあるとは思いますよね。ちなみにユアさんってやっぱ映画館で映画見ますか。はい、映画館で見る派なんですけど、うん、最後に見たのは2018年の。 映画妖怪ウォッチです思ったよりも見てない感じないですねだけど殺撃さんみたくやっぱり映画館で見るとあの臨場感だと全然違いますよでカフェなんかも充実させてそうですねやっぱりあの私も最後に見たのは2018年かなアクアマンっていうのを 4DX かなんかであの椅子がぐらぐら揺れて水が出てくるやつですね見ましたけれどもやっぱりあの劇場で見る良さっていうのはありますよねそれから今カフェっておっしゃいましたけれども ちょっと飲飲み物飲んででポップコーンかなんか食べながらですね、うん、優雅な気持ちになれるという意味では劇場で見るそれから家で見るのとの一番の違い私思うのは、はい、家だとやっぱりそのテレビに映して見るんでしょうけれども周りにいろいろその他のものがいっぱい見えるわけですよね。とかここがえ映画館に行けば大きいスクリーンの中にぐっと没入できるんでそういう意味ではやっぱり一年に何度かは劇場で映画見たいなと思いますよね。なるほどねはい あの先ほどで、V. T. R. に出てきたモルエナリの霧の中に、話を戻しますが、こちらの作品。うん、日本を代表する盟友の最後の作品になりました。どうしても出てほしくて、手紙書いて。そしたら、すぐあのお返事が来て。あの詳しく聞きたいので、会おうって言われて。じて二つ返事で出演してくれた盟友。三一は。 完成した作品を目にすることができなかった。<laughs>